ライライチューチューポケガニ夢中どうもライチメカーです。スナップルです。本日トレーナーズウェブサイトにて強化拡張パックポケモン GO の新情報が公開されました。イエイ。今日は新しいポケモン VMAX が公開されたり、はい、まあ、何やらね面白いカードも登場してましたので。面白いカードですか？うん、まあ、カードの解説をしていきたいと思います。はい、まずはこちらメルメタル VMAX。 おー、ポケモン GO と関係の深いメルメタルがねポケカとして登場しましたね。はい、巨大マックスの姿ですね。うん、これね技を繰り出している瞬間なのでしょうか。めちゃくちゃ迫力がありますね。はい、メルメタル VMAX は鋼タイプのポケモン VMAX で HP が330です。技が鋼3個の巨大パンツァー160ダメージで、この技を使うためのエネルギーより多くついている鋼エネルギーの数 ×60 ダメージ追加です。追加できるダメージは鋼エネルギー2個分までです。はい、デメリットのない技で、うん、鋼エネルギーがつけばつくほどダメージが上がっていきますね。鋼エネルギー4個で使えば220ダメージで多くのポケモン V が倒せますし、鋼エネルギー5個で使えば280ダメージになりますね。はい、多くのポケモン V スターも倒せそうですね。鋼エネルギーを多くつける手段としてはメタル操作を使ったり、アルセウス V スターの技トリニティの場を使うことがおすすめです。鋼エネルギーをつけた後はドータ君の特性メタルトランスで場の鋼エネルギーを付け替えて、相手の HP に合わせて巨大パンツァーのダメージを調整していくのが強力なコンボになっています。また330という大きい HP を持つポケモン VMAX なので、うん、結晶の洞窟とか H 子と組み合わせることで粘り強く戦えますね。相手の技を一発耐えたらドータ君でエネルギーを一旦他のポケモンに全部付け替えた上でモミを使って HP を全回復し、またドータ君でエネルギーを付け直してあげるっていうのが非常に強力なコンボになっているのでおすすめです。で、進化前のメルメタル V も4月28日の動画で紹介したので改めて見ていきます。メルメタル V、その上の技でね自身に鋼エネルギーをつけられるので、これがね VMAX になった時にっていきますね。うん、 HP が220あるので VMAX になる前に倒されづらそうな安心感もありますね。ぜひメルメタル V、 メルメタル VMAX を使ったデッキも組んでみてください。続いては3枚のポケモンを一気に紹介します。こちらです。ファイヤー、フリーザー、サンダー。で、それぞれね似たような強力な特性を持っています。はい、ではまずはファイヤーの特性を見ていきます。特性フレアシンボルが自分のファイヤーを除く炎タイプの種ポケモンが使う技の相手のバトルポケモンへのダメージがプラス10されます。そしてフリーザーとサンダーはそれぞれアイスシンボル、エレキシンボルという特性を持っていて、アイスシンボルはフリーザーを除く水タイプの種ポケモンのダメージがプラス10されます。エレキシンボルは自分のサンダーを除く雷タイプの種ポケモンが使う技のダメージがプラス10されます。はい、それぞれのタイプをメインにしたデッキに入れやすいポケモンたちですね。うん、まあ、特性は何匹か出したらそれぞれ働くので、例えばファイヤーを2匹用意すれば炎タイプの種ポケモンが使う技のダメージはプラス20されます。いっぱい出してダメージをプラスしていくのも良さそうですね。はい、ファイヤーだったらエンテイ V とかアメージングレアのレシラムと組み合わせやすくて、うん、特にレシラムはダメージを280まで伸ばすことで HP280 のポケモンブイスターを倒しやすくなるのが強力ですね。フリーザーはスイクン V、スターミー V と、でサンダーはライコー V、クワガノン V、ゼクロムなどと組み合わせるのがおすすめですね。ゼクロムはワイルドショックが140ダメージになることでポケモンブイスターを2回かけて倒しやすくなります。あとはそれぞれが110ダメージ出せる技を持っています。うん、ミルタンクをちょうど倒せるっていうのがサブアタッカーとして優秀なポイントですね。ポケモン GO の3つのチームのシンボルマークのモチーフとなっている伝説のポケモンたちがカードとなって登場したのはとっても嬉しいですね。続いて紹介するポケモンはこちら、ビッパ、ビーダル。はい、ビッパもねめちゃくちゃ可愛らしいですが、うん、はい、ビーダルね、あのドーブルの方がどっちかというとドンって前面の方にね出てるんですけど、はい、ポケモン GO で写真を撮ったことがある人はこんな感じのシーンをね体験したことある人もいるかもですね。はい、ポケモン GO での体験を思い出させてくれる嬉しいイラストですね。うん、このビーダルの特性安心ダムは山札の枚数をゼロにすることを狙ってくるデッキへの対策となります。うん、まさにね安心ですね。うん、で特に働く前歯のビーダルをデッキに入れてる人も結構いると思うんですけど、この新しく登場するビーダルもデッキに入れておくと相手次第で役立つと思います。うん、アイアントみたいな山札切れを狙うデッキが流行ってたら入れておきたいですね。そしてですね、うん、実は今日このビッパの実物のカードが今ここにあるんですよ。え、見たい。はい、なのでちょっと紹介していきたいと思います。はい、こちらビッパの実物です。うん、めっちゃ可愛いさ、うん、タッチのイラストだけどさ、なんか結構波強くないですか？波が強い中にいるね。ね、うん、頑張れ、ビーサ頑張れ。で、ね、ポケモン GO のね、うん、ロゴとかもあったりするんですけどね。うん、はい、このビッパですね。何やって、じゃん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 じゃーん。じゃんじゃないよ。メタモンが現れました。めくれたんだけど、え、どういうこと？
はい、こちらですね、普通のポケモンだと思ったらメタモンだったというポケモン GO での体験を味わえるカードになっています。ポケモン GO あるあるですね。はい、確かに。でも私もう何し始めたのかと思ってびっくりしちゃいました。シールになってんの？はい、このメタモンですね、表面がシールになっているカードとしてパックの中から登場するんですよ。このメタモンに変身しているカードなんですけど、実は見分ける方法があります。はい、このね、カードの左下に注目してみてください。メタモンが現れるカードはよく見ると左下のレギュレーションマークの代わりにメタモンマークがあるんですね。このメタモンのマークがある場合、そのカードは表面がシールとなっており、それを剥がすことによってメタモンが現れます。確かにめっちゃちっちゃいメタモンがいる、かわいいですね。はい、非常にユニークな仕掛けですね。でこの左下のレギュレーションマークがメタモンのマークになっていて、シールが剥がされていないカードは公式大会では使用することができないのでご注意いただきたいんですけど、何よりね、遊び心を感じる要素が面白かったですね。でこの剥がすとメタモンになるカードはリッパ以外にも複数登場するみたいなので、パックの中からぜひ見つけてあげてください。はい、そして先ほど見せたメタモン、こちらのカードの解説もしていきましょうか。はい、改めてこちらです。メタモンは無色タイプの種ポケモンで HP が70です。特性のいきなり変化が、このポケモンは自分のトラッシュにあるルールを持つポケモンを除く種ポケモンが持っている技を全て使えます。技を使うためのエネルギーは必要です。はい、このメタモンね、技がなく特性のみ持っているわけですが、特性のおかげでいろいろな技が使えるポケモンです。ルールを持つポケモン以外なのでポケモン V や輝くポケモンなどの技は使えませんが、メタモンで技を使うことで、パワフル無色エネルギーの恩恵を受けられたり、メタモン自体がレベルボールに対応していることから用意しやすいなどのメリットがありますね。あとは複数種類の種ポケモンを採用している場合、メタモン1匹で様々な技を使い分けられるので、ひとまずいろんなポケモンをトラッシュしておいてメタモンで器用に戦うってこともできる点が非常に強力です。このメタモンを使うのにおすすめなデッキってありますか？はい、メタモンを使うのにおすすめなのは、まず同じ強化拡張パックポケモン GO で登場するコイキングのデッキですね。メタモンを使うことでトラッシュにコイキングが4枚あっても怒りの尾びれを使っていくことができて、ギャラドスも4枚トラッシュに置いておけば250ダメージを出していくことができます。こだわりベルトつけたら280ダメージになるので、多くのポケモンブイスターを倒していけそうですね。はい、メタモンで技を使い続けられるようにして、コイキングをトラッシュに置きっぱなしにできるっていうのは大ダメージを出し続ける上で大きなメリットです。あとはミカルゲの技人玉連鎖をメタモンで使っていくのもおすすめです。今までミカルゲで技を使っていたので、最高でねトラッシュにミカルゲ3枚の190ダメージだったと思うんですけど、メタモンで技を使えるようになればトラッシュに4枚ミカルゲを置いておけるので250ダメージが出せますね。コイキングと同じくこだわりベルトをつけて280ダメージを目指せるので非常に強力です。今まで登場してたデッキもメタモンで強化されたり、新しいデッキの形も生まれるかもしれないですね。はい、ぜひメタモンを使ったいろいろなデッキを考えてみてください。では最後にポケモン GO のロゴが入った基本エネルギーが登場するということで一気に見ていきます。こんな感じです。おー、こちらねキラ仕様になっていてパックから当たるカードです。いや、このロゴが入った基本エネルギーでね、デッキも揃えてみたいですよね。ね、ポケモン GO やってるから嬉しいですね。はい、というわけで本日公開された情報を解説していきました。強化拡張パックポケモン GO は6月の17日に発売となりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。今後もポケカチャンネルでは強化拡張パックポケモン GO の最新情報を発信していきますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回。バイバイ。